こんにちは。毎日着物生活十数年、木下着物研究所、木下紅子です。こちら側から失礼いたします。本日は、私が着物初心者の頃、着物着始めの頃の初心者の頃と、今毎日着てる私と初心者の頃の私の大きな違いということについて、着物を着ながらお話ししていきたいというふうに思います。では、早速着物を着ながらお話ししていきますね。何が一番ね、大きく違うんだろうなっていうふうに思ったんですけれども、それは、やっぱり力が抜けている、抜くことができるようになったっていうことが一番大きいかなと思います。力っていうのは物理的に体にガチガチと力が入っているという意味での力ということもありますし、自分が自分に与えてしまっている、圧っていうか圧力っていうか、そういったのも抜けてきてるなというふうに思います。なので、こう体からも力が抜けているし、自分のこう精神的にも力が抜けているというふうに申し上げたらいいでしょうか。まず、体から力が抜けたということをお話しますね。それは心ともつながっているところあるんじゃないかなと思うんですけれども、慣れないからもう緊張しちゃったりとか、こう着物ちゃんと着なくちゃみたいな、そういう気持ちから体にすっごい力が入っちゃって、ロボットみたいにガチ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 みたいな、今のロボットはね、もっとしな動きがしなやかなんでしょうけれども、なんかこうみたいな感じで、動きにそもそもしなやかさがなかったりとか、とにかく体のあちこち力が入っちゃって、体をスムーズに動かせないっていうことが初心者の頃の私だったんですよね。きっと初心者の方で、私もって思ってる方で、聞いてくださってる方、見てくださってる方いらっしゃるかもしれないですけれども、やっぱり体にガチガチって力が入ってしまうと、沿うはずの布も体に沿ってくれないですよね。で、私がやっぱり着物に慣れたなっていうふうに自分で実感した時は、布が体に沿ってくれた、すごくこうフィットしてくるようになった時に、私着物になれたなっていう風に感じるようになったんですけれども、それはやっぱり、体にね、布をこう沿わせるような動きができるようになったっていうことももちろん大きいんですけれども、体から力が抜けたっていうこともかなり大きいんじゃないかなという風に思います。やっぱりそうすることによって、体からこう力が、無駄な力が抜けることによって、体と着物の間の空気っていうのがこう入りにくくなったっていうことが大きいんじゃないかなと思います。で、やっぱり慣れてないうちは、次はちょっとね、心のお話ししていきますけれども、やっぱ慣れないうちはこう着なくっちゃとか、ちゃんと着れるかしらみたいな不安感みたいなところもね、あったりして、こう自分が思っているよりも負荷、圧力をねかけてしまってたんですよね。で、やっぱりある程度手順とか覚えられるようになってから、その自分に対する負荷っていうのが自分であまりかけなくなって、そうなったらやっぱり体から力が抜けて、心から力が抜けると体からも力が抜けて、こういい塩梅でこうしなやかに着物とお付き合いできるようになったのかなというふうに思います。なかなか体からね、力を抜こうって言っても、意識してできる部分とできない部分っていうのはあると思うんですけれども、自分自身が初心者の頃と今と大きく違う、たくさん違いはあるんですけれども、1点だけ挙げるとしたら何だろうなっていうふうに思った時、やっぱり力を抜くということなんだろうなというふうに今は思っているところですね。私がどういうふうに着物と今付き合っているかっていうのは、私は毎日着物着てるので、皆さんからすると参考になるところもあれば、ちょっと参考にならないなっていうところもね、きっとあるんじゃないかなと思いますけれども、感じていることみたいなことを少しずつお話ししていくことによって、皆さんが着物とどういうふうにお付き合いしていけばいいのかとか、今こう感じている悩みが、ここから来てるのかもしれないっていうので、こう解決のヒントにしていただけたら嬉しいなというふうに思います。本日のお話が面白いなとか、お役に立てたようでしたら、高評価ボタンをお願いします。それからチャンネル登録もぜひお願いします。お着物好きのお友達がいらっしゃったら、こちらのチャンネルぜひご紹介いただけたら嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。